い、皆さんこんにちは、井野選手です。さあ、ミラクルツイン新パックに収録されてるこのミュウ2&ミュウ GX の登場により、ついにもう史上最強、歴代最強、もうこれ以上強いデッキは今後一生ないってぐらい、もう最強のデッキがついに完成してしまった、このカード運営やっちまったな。こんなぶっ壊れカード出したらもうやべえぞ。何が強いって、特性のパーフェクションですね。このポケモンは自分のベンチまたはトラッシュにあるポケモン GX、EX が持ってる技、これが全て使えるということで、こいつでコピーする、まあ、ポケモンの技、まあ、当然こいつらですね。エルフーン GX とメタグロス GX、こいつらが持ってる、GX 技、トイボックス GX とアルゴリズム GX、まあ、これは同じ効果なんですけど、自分の山札にある好きなカードを5枚まで手札に加える、そして山札を切る、こいつの効果ですが、すべての技なんで、当然 GX 技も使えるんで、これで山札にある好きなカード5枚持ってくるのは当然、封印されしエクゾディア、このパーツを5枚持ってきます。で、これで、このカードに加え封印されし者の左足、右足、左腕、右腕が手札に全て揃った時、勝利が決定するということで、今回はこれを持ってきます。まあ、相変わらずね、好きなカード5枚なんで、ポケモンカードという指定がないので、これ遊戯王カード持ってくることができるという感じですね。これトイボックス GX もアルゴリズム GX も、これエネルギー1個出てるんですよ。しかもこっちに関しては無色、何でも打てるんで、もうフェアリーエネルギーしか入れない。高校でこれ出してフェアリーエネルギーくっつけて、ハイパーボールで手札から、こいつら、2枚トラッシュしたら、トラッシュにある、この2台のどっちかの技コピーして、もう勝ちです。 GX技発動でも勝ち。もうワンターンキルです。もうこれ以上強いデッキはないです。絶対にない。最初に組んだメタグロス GX でさえ2進化、次に出したエルフン GX、 これも1進化でだいぶ早くなったってことで、かなりね革命をもたらしたんですが、ついに出てしまった種ポケモン種です。それはね、もう強すぎるよ。もう環境が壊れる、環境が壊れる。あとね、これの影響でパーフェクトディフェンスは絶対値上がりするんで、みんな買っといてください。というわけで、今日もこの最強デッキの被害者になるのはこいつだ。ポケモン博士、おー、どうした、ポケモン博士、どうした、新デッキ組んだんですよ、ポケモン博士。ミュウツー&ミュウでしょ。ミュウツー&ミュウ、これ差し上げからもらったやつから出たんで、いいじゃん、組んだんですよ、診断の。はい、それ対戦を、そう、せっかく組んだから、ちょっと強いの生きてよ、一番強いの。そうって言われたから、俺ちょっとまあ一番回してる一番強いデッキ、マジ環境でも荒ぶった。うわー、イカゼク、俺が一番気に入ってるデッキなんでね、回してて一番楽しいデッキで、今回はやりましょう、やりましょう、ポケモン博士やりましょう。楽しみだな、一番強いデッキ。絶対投げねえよ、絶対投げねえよ。ほら、いや嬉しいよ嬉しいよ、アイロセンスさんからさ、ポケが一緒にやろうぜって言ってくれてさ、あんまないからね、俺が誘ってもあんまないから、本当に踏んだんですよ。確かにな、新作とか。でもね、なんかやっぱ個性ないかなってあんま思ったんだよね。はいはい、なんか強いからみんな入れてるじゃん。あ、みんなテンプレデッキだと思うんだよ、本当に。みんなやってるようなデッキだと思うんだけど、踏んだから今回は。はい、信じていいよな。信じていいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、行くでしょ。先行で、先行、先行で。よっしゃ、ポケモン博士ぶち殺すぞ。うわ、俺ちょっと弱いな、ハンド。はい、1、2、3、4、せーの、いけ、もめん、いけ、もめん、毎回いるふうじゃん。まだバレてないぞ、まだバレてないぞ、まだバレてないぞ。ベストボール、ベストボール、持ってくるのは、タネポケモン持ってくるんだよ。はい、持ってくわよ。聞いてびっくりする、ダンバルが入ってんだから、ダンバルが入ってるんだよ。ハガネエスパーデッキ、ハガネエスパーフェアリーデッキなんですよ。あとはミュウツー&ミュウ、これメインカードだからね。はいはい、ミュウツー&ミュウ。そしてで、ここでここで、あ、やべえ、ハルホーミスったかもしれない。フェアリーエネルギー、ハルホーミスったかもしれない、もしかしたら。いや、あ、でもいいっすよ、ここポエミかもしれない。あ、分かった、悪いミスったかもしれない。いや、待ってください、まだグラジオ、はい、ちょっとがね、もうやだ、絶対ない。いや、本当にポケモンカードしか入ってない、それ入ってない、本当に入ってない、ポケモンカード入ってない、入ってない、入ってない。じゃあ、じゃあ、これと、これとグラジオ、はい、じゃあ、これ、俺、これ写真なので、はいはい、はい、
どうしたんすかトリピさん。いや絶対エグゾじゃない。そんなのないっすよ。違う、そんなのないっすよトリピさん。なんですか、なんですか、本ミューツ&ミューデッキですよ。はい、はい、え、どうぞ。オッケー、エグゾ。そんなわけないっすよ。そうだな、ここはな、じゃあ足りないエネルギーつけて、いやまずいかこれ。いやまだ技来ないだろあいつ、知らないけど。ジャッジマン。ジャッジマン、お前やめろ。手出せるやろ、ジャッジマン。やめろ。グラジオで何を回収したかは言わないけど、やめろ。はい、やめろ。やめろ。やめろ。俺もね、もうかなり事故ってんだよな。かなり事故ってんだよな。ザコがマジで。あれ悪くない。ザコが。熱い。こう、こうで、じゃあ大変だ。あー、くそ。はい、ドロー。これはそうだね。どうする、門面にフェアリーエネルギーつけて、はい、もうシロナですわ。おお、シロナこれ強いよ。強い、戻してね。はい、6枚、6枚引くんだ、はい、引いてください。6枚引くんだ、どうぞ引いてください。さあこれで、え、なんか知らないけど勝っちゃうとかあるからね。なんか知らないけど、なんか知らないけど、なんでもないっす、なんでもないっす。手札干渉しまくろ、なんでもないっす、手札干渉しまくろ。ポケモン通信、はい、ポケモン手札にあるのを一枚見せ、山札に戻し、山札にあるポケモンを、相手に見せてから手札に加える。じゃあ10エルフン GX、 エルフン、はい、10エルフン GX で了解、はい、これ戻して、はい、自分エルフン GX で了解。手札にエルフン GX やっぱ強いから、普通に強いからな、普通に強いからエルフン GX、 普通に強いからな、強いですからね、エルフン GX。 はい、進化します。はい、了解。進化、アローラロコンちゃん。はい、アローラロコンちゃん、アロコン、ね、これこれまだなんだよな。それなんかジェイソン使えるけどコンセプト的にまだなんだよな。いや、なんでもないっす、トリさん、なんでもないっす。なんでもないです、トリピさん。おい、トイボックス GX 使えよ、早く早く使えよ。自分逃げます、逃げますもう一回逃げて、うん、これパーフェクション、おうおうおう、パーフェクション、はい、ベンチのポケモンの、ベンチの GX ポケモンの技、おうおう、使えると、普通に、はいはいはい、使えると、 GX 技が使えると、はいはいはい、はい、じゃあ私はこのエルフン GX をね、うん、トイボックス GX、はい、フェアリー1で打てるので、あ、トイボックス使うの、はい、はい、トイボックス使います、はい、トイボックス使って、はい、山札にある好きなカードを5枚まで、了解、5枚まで手札に加えると、了解、じゃあ GX、 はい、はい、じゃあ、はい、はい、GX、キシャイーン、シャイーン、よし、よし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 、くたまるわ、味で、味ザコが、ほんとポケモンガスが、これが持ってきたなこれだよお前、これだよお前、死ね、ポケモンガス、消えろ、エクゾードレイン、エクゾードレインポケモン博士、クライアス、待って、クライアス、ポケモン博士、いや、エルフンでできたじゃん。ダメなんですよ、ダメなんですよ、入れたから使いたかったんですよ、ダメなんですよ。もうちょっとさ、なんかさ、一旦でさ、ミュー出してさ、ハイパーボールでメタグロスとかさ、エルフン捨ててさ、やらないとさ、ないですよ、違うんです、意味あるんですよ、意味あるんですよ、違うんですよ。でもエルフン GX 出した時点でバレるじゃん、あ、こいつエクゾディアしてくんなって思うじゃん、うん、でそこで入れ替えじゃん、うん、あ、してこないんだなって思ったところを攻撃ですよ。もう相手の精神を攻撃する作戦だからこれ。マジ出直してこいよ、マジ弱い、お前何これ一番下じゃん、何これ一番弱いでって。またやんの、うん、うん、まだやんの、もう勝てないけどね、多分これに勝つ、勝てないけど、ね、俺は勝つ、出来返る、出来返る、出来返る、いいよ、何でもいいよ、出来返る、何でもいいよ、お前のその時に絶対勝つ出来あるから、いや、ないよ、ある、無理だよ、ある、無理だよ、パーフェクトディフェンス入れてこいよ、マジでポケモンカードで勝つ、ポケモンカードで勝つの、ポケモンカードで、無理だよ。さあ、綾野選手2回戦だ。こんなクソみたいなスリーブでデッキで、お前の思い入れがないことが伝わってくるぜ。違うんだよ、魂が入ってないデッキだ、俺には伝わってくる、俺はちゃんとポケモンカードでそのデッキに勝つんだと。無理だね、勝てる気がしねえ、ね、勝てる気がしねえ、勝てる気が、本音が折れてるぞ、出し上げる、出し好きなのやるよ、ほんとだ、だって俺どっちも勝てるもん、これ先行だ、よし、先行だ、好きなのやるよ、先行もらう、マジ余裕すぎんだよな、種ポケモンなし、あー、なるほど、種ポケモンなしだ、オッケ
いたけどな。いたけど。いたけど、まあいいんじゃないかな。あ、なるほど。まあいいんじゃないかな。じゃあ俺からだ。せーの。おい、いけー。みゆちゃんの言う。なるほど、違う。俺とドロー。なるほど。こんな気持ち悪い。いや、間違えた。マグマック出します。やりゆうたん出します。で、持って、雷エネルギーをベロリンにつけて。雷エネルギーだ。雷エネルギーをベロリンにつけて。どんな出来してんだ、あれ。ここはターンエンドだ。なるほど。このターンで終わらないように。ドロー。じゃあ、まだ。最初のターンで終わらされる気がする。大丈夫？ない。ネストボール。あ、いいよ。ネストボール。しょうがないから、門面出しとくか。ああ。しょうがないからな。とりあえず、門面でも出して。あ、いや、なんか間違…なんかわかんないけど、こっちにフェアリーエネルギー貼っちゃうんだよな。なんかわかんないけど、なんか癖でな。癖でな。癖で貼っちゃうんだよな。癖でな。うん。グラジオ。グラジオ来た。グラジオ来た。グラジオ。はい、どうぞ。技打ってんの、いつ？え？技、次のターン？俺？俺。君？どういうこと？あ、このターンは打てるよ。打てんの？このターンは膨らむならできる。なるほど。あ、間違えた。GX ないからできない。うん。あ、はい。ちょっと待って。技打ってんのは。ドリピさん、技打ってんのは。これ、俺、このターンから技打てるの、ドリピさん。おぉ、ドリピさん。だから、パーフェクションで打てるんだけど、トラッシュとベンチに GX がいなかったら、打てないの。打てないかもしんない、じゃあ。あ、でも、ちょっと待って、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 待って。いや、打てないわ。どうしよう。何何？アイマーボールじゃねえか。あれ、これ、行ったのって。行ったのって。どうせあれでしょ？しょうがねえな。しょうがねえな。一旦待ってほしい？一旦待ってほしい。しょうがない。待ってあげるよ。ありがとうございます。あげるよ。しょうがない。じゃあちょっと、これで終了しようかな。ありがとうございます。もう、いつも決められるんだよ、俺の詳しい。ほんとに。マグガルコ進化。ほんまだ。ゼロベルト進化。はぁ？で、そうだな、ここはトリプル加速エネルギー貼って、トリプル加速エネルギー、武蔵と小次郎、俺のプレイヤーそれぞれ自分の人が2枚トラッシュする。なるほど。あ、いいんすか。あ、いいよ、2枚トラッシュする。いいんすか。じゃあメタグロス GX とアローラキューコン GX。 よし、はい。お、いつでも追ってるぞ。雑魚、ほんとに。マグガレゴ使います。マグガレゴ使います。マグガレゴの特性で、おい、自分から、おい、狂ったか、ポケモン博士。ポケモンカードの開封の指摘でついに頭おかしくなったか。お湯だぜ。使って、一番トップに操作できます、これ。はい、じゃあシャッフルお願いします。はい、しょうがねえな。オッケー。はい、で、取って一番上になって、で、再配、自分の手札が3枚になるように引きますと。あ、なるほど。無人発電所、GX ポケモンの特性は全てなくなります。ネストボール。スパチャも入ってるよ。ベロリンが出します。待って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 。で、ベロベロランプ、攻撃だ。ね、これね、ベロリンの90ダメージ受けるんだけど、まず相手の手札から表を見ないで1枚トラッシュ。手札から？表を見ないで1枚トラッシュ。いや、なんて、あ、反応がないってことはまだエグゾーディアいないな。多分。はい。エアリエネルギー。で、次に相手の山形の上から1枚トラッシュ。あぶねえ。あ、怖い。あー、白バカ。あー、怖い。で、さらに、ついてるエネルギー1枚トラッシュ。あー、いいんじゃないか。今エネルギーするぞ、俺。今エネルギーするぞ。ハンドリーエネルギーないかもしんない。あー、すいません。あれ、ないぞ。あー、すいません。で、90乗っけときます。やばいやばいやばい。待って、お前、そう、お前、一旦に一回トラッシュし始めるんじゃないだろうな、お前。やばい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 。ドロ。いや、お前、マジ、ザコか、お前。ザコ、エネルギーは？マジザコか、お前、こいつ殺せよ。殺せよ。あ、違う、こっちか。え、でも、違う、分かる分かる分かる。え、でも、それ、でも、あれだよ、これで。分かるよ。え、でも、技は出せますよね。うん、技出せますよね。技は出せ、こいつでやんなくてもいいんで。そう。何、その、ラスト1枚のハンドなんだろう。いや、終了です。あ、終了だよね。終了です。終了です。え、何、まだあるっていうのか。俺のターン。お前、エルフンジックスまでは止められない。俺のターン、ドロー。いや、お前、エルフンジックスは止めれねえ。止められないぞ、お前。でも、ミュウツーがいるから、後ろに下がれないでしょ。下がれないっす。下がらないよね。下がれない。ベロリンが出して、カウンターエネルギー貼って、マグマルゴ使います。は？無理なんだよ。で、これ上に乗っけて、ヤリウタの采配で3枚いきます。よし。いやー、きついな。まあ、でも、仕方ねえ。ベロベロランプで攻撃だ。180点。いいだろう。180点。で、見ないで1枚。ハンドゼロ。で、デッキ。ハンドゼロきついな。俺さ、思うんだけどさ、ハンドゼロマジきついな。トラッシュに落ちたらさ、エグゾディア。
回収できないですね。あくそ。回収できないですね。名前出たんだよ。俺やめね。あめね。取ろう。俺あんまできないです。取ろうだよ。とりあえず待ってください。ハイパーボールでハイパーボール？ワンシャドウとリセットスタンプ。今更何を？で持ってくんのはあいつだよ、進化だよ。進化？進化だよ。進化させるんだよ。ベロベルト持ってきてそのまま進化。で負けからがそのまま地鳴らし使います。はい。で好きなガードを1枚トップに持ってこれる。なるほど。何を引くと思うの？でこれで何を引いても無駄なの？さっきのターンで持ってきたかったものと今持ってきたいの合わせるとヤリウッドのサイハル2枚だろ。なるほど。あ、グリスマだよ、ほら。何？エルフ。あ、トリプルガスもなくなってる。何？ちょっとトリプル加速エネルギーのことについては触れないでください。大丈夫。で、ちょっと待って。おい、トリプル加速エネルギーダブル無色かと思ってた。ポケモン入れ替えして。ポケモン博士。おい、待って。ポケモン博士。これで。おい、何もできないんじゃないか、お前。何もできないんじゃないか、お前。お前、調子乗りやがって、お前。お前、クソで来て終わりだよ、俺は。おい、それだったらさっきのターン、マックルのダブル無色持ってきてたよ。シュパカが。本当なしだな、お前。おい、どうすんだ、お前。大変だ。おい、トリッピー。おい。お何がしたかったんだお前。やだよ。おっこいしょ。え、何してたの？寝てたの？おい、もうやだ。俺のプレミだよ。ごめん。俺のプレミ。あー、余裕すぎ。笑ったごめん。ちょっとダメだったな、全てが。全てが一致だし。俺引退するわ。引退すんの。引退してください。じゃあエグゾディア負けたらトリプル加速の方が忘れてたので引退する。近いよエグゾディア。そっちかよ。これ引退、これターン飛ばしたらトラッシュしないといけないの忘れてそのまま2回打っちゃったから俺引退するわ。いや、トリッピーの特殊効果で俺3ターン持つから。3ターン持つから。3つあるからね。そう、3ターン持つから。よかった。お前雑魚だよ、ほんとに雑魚。ほんと雑魚。お前今日からポケモン博士名乗るのやめろ。はい、すいません。ポケモン博士あ、名乗ってないし勝手に言ってるな、あなただけの。ポケモン博士ほんと良いわ。僕が一番強いデッキだよ、ほんとに。悔しい。変わるんだよ。俺のエクソディアがな、一番最強なんだよ。旅に出ます。サゴが。探さないでください。旅に出ます。探さないでください。